体験版30分しかできないらしくてワンワン泣いちゃった。生にも死にも栄光を与えん。なあ、あんた、ここにいると危険だ。何を？おい、聞こえてるのか？そなたか、あの子の父親だな。あの子って、まさかローズがここにいるのか？ローズ、そうともローズじゃ。あの子に危険が迫ってる。マザーミランダが村に招き入れて全ては闇に出した。何、あの化け物のことか？お、この坊さんいいやつか。金が災いを告げておる。奴らが来るぞ。おい待て、ローズはマザーミランダって。我らがために金はなる。また奴らが来るのじゃ。じゃあなんで閉じ込みようとしてんだよ。出してくれ俺も。ローズがここに？ローズ？ローズって誰？これ主人公セブンの主人公と同じ E さんってやつなんだけど、娘がいたのか？え、つかやばい、30分しかできないのにタイマーも何も表示されないから、あれだな、とりあえずひたすら探さないと。あ、なんかある。ガンパウダー。あー、ちゃんと銃とか作れる感じか。ハーブ。あ、グリーンハーブとかレッドハーブじゃなくてハーブで統一されたんだ。何これ。村を守る魔除けのヤギをお下げする。壊したりすればミランダ様の罰が下ろうぞ。なるほど、これも壊してみたいな。ん？あ、ハンドガン持ってるじゃん。あと回復薬。あー、バイオ砲みたいな感じになったんだ、これ。ハンドガン、装備。あ、できたできた。いつでもいいぞ。ん？使用するアイテム？この先が白か。あ、なんか2個はめるものがあるわ。っていうか、あれだ。これ多分あれだね。あの、ストーリーの序盤プレイしてるみたいな感じなんだろうな。もうどこも行けないんだけど。何か道具が必要だ。え、めちゃめちゃやれるんだけど、絶対30分じゃ終わんねえじゃんこれ。あー、いた。2個のクレスト。あー、これか、はめるやつ。マップ、マップじゃない。薬剤から城を守るためクレストを隠せ。一つは小教会に、一つは屋敷のルイザに託すこと。ここが教会か。屋敷のルイザね。オッケーオッケーオッケー。急げ急げ急げ。死体だ。小麦粉が詰まってる。これ撃てばエンマ君になるって書いてあったな。じゃあこれ来るってことか。撃ってみる一発。え？あ、ショットガンだ。よし。なるほどなるほど、かなりがっつりできるね。ショットガンの弾、ガンパウダー。これあれでしょ、調合あるよね、調合ね。あ、これか。ガンパウダーとスクラップでハンドガン、ハーブと薬液で回復薬。ああ、なるほどなるほど。柵で、うん、棚で入り口を塞ぐこともできる。へえ、すごっ。どこ？え？え？どこだ？なんかチュートリアルは出てるけど、どっかわかんない。てかナイフ持ってんじゃん。いや、腹っぱすぎて見えん。足をつる。ガンパウダー。うん？揺れてる。揺れて判断するのか。揺れてる揺れてる。
いたわ。ちょっと待ってくれ、俺さ貧乏症でヘッドショットしか打てない体質なんだよ。難しいな。いや、やばい、運動神経えぐい今。これ回避ないのか。え、硬くない？え、硬くない？こんなにヘッドショット入れてんのに。え、ちょっと待ってバカ野郎よし、ハンドガンの弾。でもなんかあいつ10発とか撃っても死なんかったぞ。これ役立つんか。うわ、またいるわ。なんかステルスキルみたいなのないの？いたいた、これヘッドホンつけないと場所わかんないな。一体開けたとこまで行こう。ここちょっとエロいわ、いやらしい場所が。うわ、これ2匹かよ。うわ、壊された。ちょ、マジかよ。あれね、ヘッドショット狙う暇はないな。うわ、まだ倒せてない。おい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 、ダメだってそれ。ハーブいらねえ。うわ、しかもなんかなんでこんな運動神経いいんだこいつ。お前はオリンピック出ろ、俺の代わりに。オリンピック中止にしてる場合じゃないぞ、お前。お前が、お前という希望がいるのにさ。あ、今ブシャワー倒したやつだな。え、もう2発しかないけど終わったんだよ。あ、スクラップ A だ。これを違う、これか。あ、スクラップ A が2個必要なんだ。ショットガンの弾、なんかクソショットガン重要になりそうだな今作。ハンドガンが弱すぎね。クソ。父さん、誰かが。お、普通の人いるぞ。ドアを閉めて、お願い。ローザじゃないな。ここで何を。近づくな。お願い、傷つけないで。待て、大丈夫、何もしやしない、うん、まともな人に会えてよかった。他に生存者は。いえ、みんなルイザの家よ。でも誰も門を開けてくれないの。口を聞くな、そいつはよそ者だぞ。おい、30分しかないで制限時間。ここにいちゃまずい、歩けそうか。ダメ、化け物に襲われたの。ひどい出血でルイザの家に連れて行かないと。静かに、なんとかしよう。ここに隠れて静かにしてろ。俺が門を開けるまで動くな。ちょ、その町へで持っていけないか。ダメか、弾がないよ、弾が。ナイフじゃ心もとないし。畜生、道具必要で無理だろう。なんか弾、反応感が。まあ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 、セーフ。あ、薬液あんじゃん。まあでも回復薬は、いや、まあせっかくだから作っておくか。ハーブと薬液で合成しました。お、簡単にできるわ。あ、巫女のクレスト、美しい巫女が描かれたクレスト。ここじゃないよな。逆にこれも鍵か。ん、あ、これで2人が入れるようになるのね。いいぞ、こっち。父さん、急いで。え、もう感染してない？ずいぶんと遅かったな。嘘つけ。しまして、3分ぐらいでやったぞ俺。こっちは30分しかないんだから。何を言ってんだこのジジイは。人に頼るのが苦手なの。気にしないで、ここは安全よね。違う？まあ外よりはマシだろうな。
なあ、ここで一体何が起きてるんだ。私にもわからない。マザーミランダのご加護があるはずなのに。誰も出やしない。父さん。ダメだ。オカルトだな。中に入らないと。オッケー。おい、もしもーし、誰かいるか。30分しかないよ。ルイザ、ドアを開けて。エレナよ、黙れ、叫ぶな。化け物が来るだろう。ユリアン、落ち着いて。こいつは友達よ。下がれ。父さん、お願い。ユリアン、中に入れて。ダメだ、血の匂いで奴らが寄ってくる。このままじゃ父さんが死んじゃう。俺の知ったことじゃねえ。何の騒ぎ。こいつら死に損ないを家の中に入れようと。こいつらですって。彼らは友人よ。さあ、はい、こっちへ。中、村の人じゃないわね。ああ、違う、イーサンだ。ユリアン、見張りの仕事に戻りなさい。ほら、早く。いいわ、エレナの知り合いなら信じましょう。入って、イーサン。いい人だね。まだ知り合って5分だけど大丈夫か。待ってて、奥の様子を見てくる。ガバガバじゃねえかよ、このばあちゃん。で、こいつの家になんかあれがあるって書いてあったよね、隠されてるって。いや、こんなの読んでる場合じゃないんだけどな。全然わかんない。全然わかんない。こっち。お、ちょ、遅いよ、おばちゃん。ルイザ、また家畜がやられた。このままじゃ冬を越すのは無理だ。消えたエルネストもまだ見つかってない。ミランダ様は俺たちを見つけたのか。そのミランダの加護ってなんだ。あの前の体験版のでかい女の名前か、ミランダって。さあ、みんな待ってるわ。え、めちゃめちゃおるやん。こういう感じなんだ。よそ者が殺しに来たのか。黙って、アントン。二人を助けてくれたのよ。誰も助けなんて頼んじゃいない。どうぞ、イーサン、座って。無事だったのは村でこれだけか。無事、無事だと。これのどこが無事だってんだ。落ち着け、アントニー。怪我人に、バカみてえに泣くしかできねえ女、お前もだ。血まみれの死に損ないジジイによそ者まで連れ込みやがって。この家が安全だと。安全な場所なんかねえ。外の腰抜け連中もとっくにぶっ殺されてる。明日には、明日には俺たちもみんな死ぬ。そいつのクソ天使みてえに泣くんじゃねえ、ロクサーナ。もうやめて。ここは代々私の家族を守り続けてきた家。酔っ払いであれ何であれ、誰でも歓迎する。ここにいれば安全よ。言ってろ。一体何が起こってるんだ。なあ、誰か教えてくれ。わからない。ただ普段通り静かに暮らしていたら、ある日突然化け物が現れて襲ってきたの。何度も何度もやってきて。待って、ルイザー。それで旦那さんは。まさか。いいえ、彼はどこかにいる。絶対に逃げたってこと。村の誰かに助けを。ええ、そうよ、きっと助けを呼びに行ったの。祈りましょう、彼が私たちのため。そうね、さあ一緒に。これ時間消費してないだろうな、ムービーで。頼むよ、まだ撃ちたいよ。大いなる者よ、聞き入れたまえ。畏敬の念とともに捧げ、無限の闇より運命の定めし手が我らに差し伸べられんことを。深夜の月が黒き翼で舞い上がるとき、我らは自らを犠牲とし、最後の明かりを待つのみ。生にも死にもマザーミランダに栄光を捧げる。
オカルトだね。お茶の支度を。エレナ手伝って。その祈り、前にも聞いた。墓場にいた老婆から。あのばあさんか。あのババアならもう完全に行かれちまってる。でもあの人はとても献身的よ。だからきっと彼女にもご加護があるはずだわ。確かに。え？何してる？レオナルドどうしたの？大丈夫？ダヴィンチ？やめろ！お母さん！エレナ、下がってろ！危険がすごい！お早く撃て！銃は飽きた！遅いよ！いや違う、強えし！え、ワンパンじゃないよな？父ちゃんやめて！ノイズ？あ、これ僕か撃ったの？ベルナ。あ、僕じゃない！ダメって言ってるの！すごいな、さっきまで父親だったのに。いや立派な子だ、お前は立派な子、本当に。エレナ、あれはもうお父さんじゃない。仕方なかったんだ。生きてるし。エレナ、行っちゃダメだ。もう助からない。父さん、逃げよう、家が崩れる。いや手遅れだったんだ。お父さんじゃなくなってた。ダメだ、ここから出よう。一緒に。え？これみんな死んじゃったの？ここから出ないと。こんなに登場人物多いゲームなんだと思ったらみんな死んじゃったわ。工具が必要ならキーホルダーから外してくれ。いやそんなことしてる暇ねえってばよ。これは？これ何これ？あ、お金か。金システムか。ハズレ多いな。ショットガンの弾、ん？え、取れた？あ、こっちか。全然違うとこ来た。あれ？これどうすんだこれ。ここから出られそうだが。ん？これ撃つってこと？いや違うな。あ、ハーブもありますわ。どこだ、ちょっと待って。え、今作アイテムの見つけ方むずいな。視界に入ってなくても出てくるんだもん。いやらしい。あー、なるほど。え、これミコノクレストなわけないよ。俺車で脱出する感じが。でも鍵ないよ。あ、トラックの鍵あった。普通に、あ、アイテムを詳しく調べることで新たな手がかりを見つけることができる。キーホルダーから外してくれって言ってたな。どうすいません、これはどうやって。あー、外れた外れた。ドライバー、なるほど。これドライバーでいける。あ、いけ。ちょ待って、このドライバー何に使うんだこれ。くそ、火の回りが早い。あ、違うわ、トラックの鍵でいいのか。もう何やってどういう俺パニックいすぎちゃって。だって30分しかないんだから。どうするつもり。離れてろ、こいつでぶち破る。エレナ可愛くないな。これ勝手にやってくれるのかな。ああ、俺だ。え、これいける？あ、いけたわ。すっげえリアルだ。すごい PS5。 兄さん、大丈夫？ああ、平気だ。もう一度。来たか？もう時間。来かよ。
上しかないな。もう撃たないで終わっちゃう。俺の馬油体験版、俺の馬油童貞が火に奪われてしまう。ショットガン撃ち足りない。まだ1回しか撃てないんだから、もう暗くて何も見えねえし。これなんだこれ。心配ない、煙を吸うなよ。分かってる、ありがとうイーサン。優しいのね。あなたの家族は無事だといいな。お前がこっちだ、行ける。見ろ、あそこから出られる。よかった。だけど村は化け物だらけなのよ。あんなに数がいたら逃げられっこない。俺が全部やったる。諦めるんじゃない。娘を探す前に君を無事に避難させる。ローズはきっとあの城にいる。ダメよ、あの城に行けばあなたの命はないわ。それに私一人なんて。父さん。うわ、また来たよこいつ。ダメだエレナ、あれはもうお父さんじゃない。え、喋れる。父さん、やめろ、危ない。じっとしてろ。さあ手を伸ばせ。イーサン行って娘さんを救って。諦めるな。さあこっちだ。お、マジか。こいつは相棒枠なのかなと思ったら違うんだ。どうしてみんな死んじまうんだ。エレナ、こんなのひどすぎる。これ何ウイルスなんだろう。セブンがカビだったんだよね。なんでこんな。これ出られる高くない？何なんだこの村。親父もう一回来ないか。一体何が起こってるんだ。耐久すごいからな、あいつまだ来るぞ。もう戦わせてくれ、頼む。あ、これドライバーでいける。あ、いけたわ。あ、なるほど、あったあった、揃った揃った。これでさっきのところだ。急げ。あ、ワッチ、どうやって戻るんだこれ。え、閉められてないか。誰だ。やめて、ミランダ様。おい、ミランダ。今は一体誰なんだ。いや、あれ体験版にいたやつじゃないよな。まあいいや、城に入ること優先するぞ。あ、さっき泥棒じゃん。あれ死んだ。そうとも、皆に死が訪れたのじゃ。確かし、これここだっけ。あれ、これじゃなかったっけ。ここじゃない、やばい。方向音痴が発動してもだ。どこだっけ。あった、これだこれだ。これ城に入って終わりそうだな。ん、あ、俺が回すんだ。面白。え、あ、こうか。決定。あ、微調整はしてくれんだね。これ何の絵だ。なんかアシュラ像みたいに見えるけど。ん？こうか。ん？こうだ。できたできた。全然アシュラじゃないわ。全然違う。鬼みたいなやつだ。さあ来い。ミランダ来い、ミランダ。イーサン何こんなに警戒してんだ。行けば命はないか。終わらないで、終わらないで。